女性の気持ちをもてあそび、金を騙し取る結婚詐欺。本物の愛をくれた。去年11月、詐欺の疑いで福岡県警に逮捕・起訴されたのは、職業不詳の前田正美被告です。朝から晩まで愛してるような言葉が続いて、本当に嬉しかったんだと思います。ただ単にある意味軽い洗脳じゃないけれども、私がどうにかしてあげなかったら、大変だみたいな感じで。女性たちを本気にさせた巧妙な手口とは。さらに前田被告の金に対する執着心を追跡。関西在住の A さん、前田被告から結婚詐欺の被害に遭いました。 A さんが前田正美被告と出会ったのは2017年1月。頻繁に通っていた飲食店で声をかけられたのがきっかけでした。前田正義です。漢字とかは同じでした。漢字は同じだけど、はい、呼び方を違く前田正義と書いて読んでました。前田被告は電気工事会社の代表と名乗り、当時離婚協議中だった A さんにこんなメールを送って交際を迫ってきました。俺 A さん好きですよ。 A さんのこと考えてると楽しいし、ほっこりした気持ちになります。 A さんは交際を断り続けていましたが、前田被告から猛アプローチを受けます。最後に一回ちょっとお茶行こうよって言われて、デートに行ったし、先で指輪を出されまして、これが約束の印だから待つから付き合ってほしいって言われて、つい、そうですね、乗ってしまって入っていったのが運の尽きだったんだと思います。本当に嬉しかったと思います。私もで会わない時は一日中でも LINE が来て、もう毎日朝から晩まで愛してるような言葉が続いて。前田被告の愛の言葉に A さんは次第に心を許していきます。 A さんと交際し始めた前田被告は次第に金の悩みを打ち明けるようになりました。事務員の子が来月支払いするところに間違って入金をしてしまって、もうそれが引き落としされてしまってるから、今月の支払いするところが支払いができなくなっちゃって、どうしようっていう連絡が来たんだと。たかが50万ができない俺って情けないよね、ごめんね、こんなこと言ったら嫌われちゃうよねみたいな LINE が来て、次会う約束した日にもう私は現金50万を持ってましたね。前田被告の必ず返すという言葉を信じ金を貸した A さん、しかし従業員が事故に遭い、違約金がかかる。大きな仕事が入ることになったので、契約金が必要。大腸に怪しい影ができて、手術をしなければいけない。A さんへの返済日が来るたびに、前田被告は新たなトラブルがあったと言って、金の相談をしてきました。結局、前田被告から金が返ってきたことは一度もなく、A さんは相談のたびに数十万円単位で現金を貸し続けました。本当に信じてたし、ある意味軽い洗脳じゃないけれども、私がどうにかしてあげなかったら、大変だみたいな感じで、どうにかしてあげなきゃっていう、そういう変な心理状態に入ってましたね。A さんは娘のための積み立て金や生命保険を取り崩し、前田被告に貸した金は総額450万円にも上りました。なぜ途中で気づくことができなかったのでしょうか。何度か確かにって思ったこともあったんです。でも私が疑ってる感じがあると、
もうそれ以上に上回って連絡が来たりとか、こと細かく、今ここの現場だからこうだからとか、写真をすごく今度送ってくるようになってくるんですよね。ちょっとなんか疑った自分にこう、申し訳なさを感じてしまうっていうところはありました。そして交際からおよそ1年が経った2018年3月14日、前田被告はこのメッセージを最後に突然姿を消しました。おやすみ、愛してる、誰よりもね。次の朝になって待ち合わせの場所に行っても来なかった状態で、で朝から一番絶対おはようっていうラインが入るのに、その LINE も来なくて、 A さんはその後仕事場だと言っていた場所に前田被告を探しに行くと、驚くべき事実が発覚します。ふっと見た駐車場に前田がよく乗ってきてた車がねあったんですよ。一晩ね、夜のね1時ぐらいからその車を張り込んだんです。そしたら朝になって女性の方がその車に乗ってこられて、急いで行って声かけたら、私の元は2日前に置き手紙で出てったのよって言われて、その人が現れたことで、あ、違うんだ、これは結婚詐欺、花からもう騙す気で動いてた話だったんだっていうのをもう目の当たりにしました。さらに前田被告は同じ時期に A さんを含め5人の女性と交際していたことも判明。この女性たちからも金を騙し取っていたのです。多分今後も好きに誰かを好きになるっていうことを私自体がもう多分できなくなったなっていうのはあります。あんだけ愛してるよとか好きだよとかを平気でお金のために人って言えるんだなって。A さんは警察に被害届を出そうとしましたが、警察は男女間の金の貸し借りだからと受理しませんでした。そこで翌年、A さんは前田被告の手口を伝えるブログを開設。すると、被害に遭った女性たちから次々と連絡が寄せられたのです。A さんが確認しただけで、前田被告は前田のほか、正木、加敷、神崎、松本などいくつもの偽名を使い、1都2府11県に出没。被害者はすべて40代から50代の女性ばかりで20人以上。被害総額は5000万円を超えていました。前田被告による金の被害は、実は結婚詐欺だけではなかったのです。兵庫県神戸市の不動産会社に勤める小谷由里さん。去年7月、前田被告は電気工事会社社長の吉川忠義と名乗り、関西に拠点を移すため従業員の家など合わせて5件の契約がしたいと来店しました。お話の内容がリアルだったので、空き地があったんですね。でそれが売り土地なのかどうかも調べてほしいとか、そこに平屋を建てたいから図面を木曜日までに引いておいてくれとか、特に違和感はその時は全く違和感というか、もう普通のお客様だと思いました。移動中の車内でも、1年前にコロナで妻を亡くしたと嘘の身の上話をした前田被告。いや、今考えたらほんまにこういう人をペテン師って言うんやなっていうぐらい、私奥さんが去年亡くなったっていう話聞いた時に車運転しながら泣いたんですよぐらい本当にうまかったです。異変があったのはある物件を見ていた時でした。携帯持って中を撮影されてたんですね。でその間私ちょっと電話がかかってきたもんで玄関のところで電話をしていたんです。そしたら慌てて降りてきて2階から携帯を落としちゃって画面がバキバキになって、前田被告はスマートフォンが壊れて決済ができず新幹線で帰れないと困った素振りを見せます。それを見かねた小谷さんは
3日後に打ち合わせの約束をしていたこともあり、前田被告を信用し現金8万円を貸しました。そして約束の日、もう全ての書類をたくさん用意して、はい、待ってましたが、木曜日も10時にオープンと同時に来ますっていうことだったんですけど、待てど暮らせど来ずで、いやもう一瞬何が起こっているのかって感じだったんですけど、そのアポイントをその日回るところを取っていたので、それをキャンセルする作業をまずしないといけなくって、正直私の信用もなくなりますよね。そっちの方が私の気持ちの損害は大きいです。その後、小谷さんは警察に被害届を提出し受理されました。結婚詐欺だけでなく、日常的に人を騙して金を得ていた前田被告、しかしそれも終わりがやってきました。福岡県警から詐欺の容疑で手配されていた前田被告は、去年11月大阪の町にいたところを捜査員に見つかり逮捕されました。先月開かれた裁判、前田被告は埼玉県で女性から380万円を騙し取った詐欺事件や、小谷さんから8万円を騙し取った事件など3件について起訴内容を認めました。質問に対し前田被告は、当初は純粋に恋愛目的で女性と交際していましたが、途中から金を騙し取ろうと思うようになりましたと話しました。ではどうして偽名を次々に使ったのかと聞かれたところ、検索をするとネットにこの人は詐欺師ですと自分の名前が出てきてしまうから、このように答え、数多くの女性を騙していたことを認めました。最後に裁判長から、どうしてこんな詐欺をしたのかと聞かれると、自分が弱かったと話しました。裁判を傍聴していた被害者の A さんは、さすが再現、反省しているという言葉で終わらせられるっていうのは本当に悔しいです。じゃあ今まで騙してきた人、その人たちに対しては何もないのかなと。言葉巧みに数多くの女性から金を騙し取った前田被告、今月10日福岡地方裁判所は、巧妙かつ狡猾なものであって常習性が認められるなどとして、前田被告に懲役3年2ヶ月の実刑判決を言い渡しました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。